俳優の広瀬アリスが主演、何わ男子、道へ、優が共演する、t b s 系歌謡ドラマ、マイセカンド、青春、毎週歌謡あと10時の第2話が、24日に放送され、枝田フォントがトレンド入りを果たした。本作、厄介な問題を抱えた30歳の主人公が、謎の学生の一言をきっかけに学び直しを決意し、大学生となり、 令和の大学生たちにもまれな、ラコイに、勉強に、夢に奮闘する、セカンドアオ、ルラブコメディー。脚本は、東京ラブストー、2020、や、ゆるキャン、ドラマ版シリーズ、自転車屋の高橋くんなどを手掛ける北川あ子氏。勤め、主人公が、がむしゃらに突き進む人生の、二章の幕開けを、笑いあり、涙あり、胸キュンア、の、オリジナルストーリーで描く。第話は、 ファ、リカで、まさかの再会を果たしたスケ、ヤコ、ヒロセ、リスト、ヒューガ・ショゴ、安藤正信・マサノブ。スケヤコがすっぴん、月の抜けた格好というのを、一切気にするとなく、日向はスケヤコとの再会を喜ぶ。一方、人・井田と一目散にその場を走り去るスケヤコ。そ、ナスケ、ヤコの動揺を、たく、道へ春優は見逃さなかった。そんな中、 設計演習の課題がうまくいかず、ムサヤコ。下田教授、板尾一時から猛烈なダメ、塩をらい、これ異常ないくらい落ち込むスケ。この前に現れたタクは、スケ、ヤコの作った課題を、ながら真剣にアドバイスをして、というストーリー。劇中で披露したタクの癖のある事態に中、が集まり、SNS 上では、道絵フォントがトレンド入り。ファンからは、ちゃんとドラマでもいじられる。 道へフォントトレンド入りしてて笑った W、枝フォント、ついにドラマ進出 W、たくんの字がンに道へフォントだったなどの声が寄せられいる。